くよ、はい、せーの、クレイジーな夜更かし。久しぶりです。めっちゃ久しぶりにちょっとあのね、あのニコ生じゃないや、クレイジーの歌詞出してもらいました。本当にいっぱいちょっとコメント待ってますんで、全然もう今日はバンバンベロベロのやつがいないからコメントしてくださいみんな。コメントもらっていいですか。ね。今日全部返せるですねコメントちゃんと。多分いけるね。もう俺と翼だから。しかもさ、今日か。ホワイトデーか、うん、あ、もうホワイトデーだったの。日が変わったホワイトデー。ああ、うん、貯金額はあとで来てるっすよ。貯金額どこ。本当だ。何億ですか。貯金額はちょっとね、言えないわ、普通に。言いたくないね。今日何したのって。完全仕事ですよ、本当に。酔ってません。先月の給料は、はや、言えません。でもグループナンバー2だったからさ。あ、結構持ってる。いやいや、シオンの方がすごかったね。ああ、シオンさん。そう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 、ナンバーワンでしょうね。そう、ナンバーワンだから。 iPhone 店で働いてるの絶対違うでしょ。でも iPhone で働いてません。今日2人です。ドロップじゃない、ミルクです。そう、ミルクです。ありがとうございます。覚えてください。いつきです。翼です。覚えてください。ぜひ初回に来てください。お店で嫌いな人おはよう。お店で嫌いな人。え、誰いる。はい、いる。ここはいや、いや、嫌いなあれもあるよね、ジャンルも、はい、こいつのここ嫌いっていうの。ところどころはありますけど。あんの。そんな、いや、いや、ない方がおかしいっすよ。だってここは嫌いとかあるじゃないですか。例えばちょっとイライラしてる時のこの人のこれは嫌いとか。俺はあるよ。あのケンジがいつもベロベロになって、あのオールミーティングをするときに、あいつがあの俺に文句を言ってくるときが嫌い。ケンさん、あの代表が話してるところ割り割って割って割ってくる、割ってくるっすからね。そう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 。ミーティング、それは本当に嫌だ。コメント拾おうかな。あげてないけどお返しちょうだいって。大丈夫。いや、もうケンジに今悪口言ってくんじゃねえよ。大丈夫。いや、くんじゃねえよ。やってる。やってません。今日はあのコメント、今日はコメント拾ってこうみたいな話をしてたんだけどさ、この二人来たらもうコメント拾えない。そう、タバコ屋さんじゃないよ。熱い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 。火でも落ちた。タクシー乗ってませんよ俺は。3月入ってタクシー乗ってない。いっぱいコメント待ってる。やべえ、逮捕されたやつ自分が一番いけない。あれさ、深夜庁でツイキャスでめっちゃ言ってた。こんにちは、深夜庁です。深夜庁ですって。うるせえっつって。やかましいの来たな。どこで走ってる、どこから拾ってんの。ナンバーツーちゃんいっちゃん。お、ツーちゃんいっちゃんだって。お、もうちょっとこっち来る。つーちゃんいっちゃん、じゃあ俺いらないかな。一番上か、あれ、うん、一番上が新しいやつ。一番新しいやつ。ほんとだ。え、俺目当てでしょ。つーちゃん、渡るさんは知らんわ。いつきさん手振ってもカレー臭しか出てこない。おい、やめろよ、脇がかし。つらいな。面白いの来た。面白いの来た、来た。顔だけだよ、お前それ。いつきさん、オーラ。いつきさん、オーラある。いや、そこだよね。え、ちょっとカメラ目線して、いつきさん。ないわ。何カメ、何カメ、何カメ、どっち何カメ。ふざけてる。どのカメ、どのカメ。じゃあ、じゃあしょうがない、俺もあげようかな。じいさんうぜーっつって。北ゆうすけ、じいさんうぜーっつって。辛い。ゆうすけもファンもいるもんな。そうなんですよね。じいちゃん名前なんだっけ。多分一回あったんだろうね。ゆうすけです。プロポーズの曲で3回見ました。
プロポーズのくだり3回見ました。しずくし呼んで呼べません。その人ね、辞めたんだよね、しずくっていう人。辞めた、先月辞めた。だいまーって、だって噛んじゃったんだもん。でもゆうすけ、髪切って評判いいんじゃない。いや、モテ期が止まらないんですよね。本当にタイプだって来てるんですよ。いやもっとちょっとコメントちょうだい。あの求めて求めて。お茶ちょうだいよ。お茶。これ飲んでください。いや来たよ。ほらこれ飲んでください。いや俺が面白いこと言えません。お？蜂蜜の味する。いやいや。ウーロン茶ですから。緑茶は？いやぜひ指名してもよか。なんか面白いこと言って。来たよ。面白。くねえわ。ちょうどあれっすね。ミルクの3枚目しかいないっすね。スーちゃんテキーラだって。テキーラはさっき飲んだから大丈夫です。ケンジ、ケンちゃん。ケンちゃん。ケンちゃんって。ケンちゃんすごいね、人気が。うらやましいわ。いるわ。羨ましいよ。かわいそう。かわいそう。こいつもいるの。ケンちゃんイーフル治ったって。知ってるよ。ケンちゃんイーフル治ったの。何治ったから聞いてない。でもさ、インフルエンザでさ、何やってたの。ね、インフルエンザ中。え、それじゃ素直に言っていいの。めっちゃ素直に言っていいの。素直に言ってよ。え、マジで素直に言うよ。寝てただけでしょ。え、ギャンブルしてないでしょ。出勤すらよ。出勤しろ。はい、しゅんくんです。しゅんくんって。あ、あれ、お兄さんです。あ、お兄さんです。いやー、辛いちかと思った。辛いちかと思った。初見です。ありがとうございます。あ、お茶ありがとう。お茶ありがとう、間違えた。辛いちさん、辛いちじゃん。やらねえから辛いち。やっとイケメン来たわつって。やっと、どこどこ、誰のこと、誰のこと。待って、松江くんいるからちょっと待って。松江くんがちょうどちょうど、ね、うるさいよマジで。その格好、ね、うん、グミグミかっこいいから。あ、いいよ。なるほどね。かっこいいから。もう、もう分かったわ。何、誰のことか。誰がグミグミ。いや、前前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 前。いや、増えたわ、髪の毛増えたわ。マジでこれ増えたから。半端ない。来たよ。ヒカル来たよ。ホストなら、松江くん。ホストなら、面白いこと言ってみろ。持っていけばいいですかって聞きますよ。サマーサマー。3000円。サマー。3000円やめ。松江くんしてんのって。ヒカルさんやってるよ。何？お着物来たーっつって。いやいや、見せるよ、今日ヒカルが。だからって笑うんじゃねえよ。今日あれだよ、笑って笑えないんじゃねえ。3分ごとに光脱いでいくからね。マジっすか。いいっすけど、マジっすか。やるよ、今日光は。自由だねっつって見てこ。なんでさ、ゆうすけさ、みんなが来てからここに行っちゃったの。違う違う違う、座れねえんだよ。ここに顔があるから、俺の方で。ここに顔があるから狭い。危ねえ危ねえ。自由やな。じゃあみんな正座しようよ。正座しましょう。正座して、席詰めよう、みんな。いや、俺らちょっと、そこがあるじゃん、枠が。てか、一回言って、なんでお前ら来たの。なんか、ありません。枠は空いてんじゃん。枠は空いてんじゃん。それで、いつなソファーかと思ったら見て。パネル。あ、いらっしゃる。やめやめやめ。やめやめ。やめ。ナイキンちゃんはバカロ。ナイキンちゃんは今日お店、光寄ったら面白いよ。じゃあ酔っ払おうかな。ストールどこイケメン。そう、ストールこうこうなの。もういい年だから、俺今年30だし。中田のこうだよ。確かに今年30だもんな。ゆうすけさん顔隠れてるらしいっす。ミサキチ。いや、もうここあるかな。いたー。いたーよ。危ないわ。30の子。三十の子じゃねえ。三十の子が両サイドにいるから。内勤ばっかりじゃん、今日。こんな内勤いっぱいいたらやばいよね。そういうコメントしてるってことは相当あれですよね。多分色気のある女性なんですよね。そうですね。面白いことやりましょう、いつきさん。え？面白いことやりましょう。やめよう。やめろや、そんなふり。ふり。いそじいっつって。
ぬいぐるみ持ってる子。ぬいぐるみ持ってる子。はい。あ、進化。進化。何？なんなんこのニコ生。飛騨牛食べたいわ。あと。ニコ生何？あと貝。あと貝ね。コメントあるんですか。面白いことやりましょうよ。どこにそのコメントあるんですか。何をするの？ここに出る。じゃあおめ、面白いことするの光。しますよ。お。光松江くんの話だよ。松江くんの話。いやそれは。こういうメディアではできない。本当に売上順とかやめろや。何一段下がってるけど、どうしたさエンジェルスマイル。ああ本当にいいし、ホワイトデーですね。え待ってる。どのカメラなのこれ。絶対痛いよ。分かんない、俺も分かんなかった。ちゃんとカメラに合わせてやって。あ、違うないの。だからユースケさん見てここまで土足できてるから。ふざけんな。ここまで土足だから、ね、なぜ最年長こんなにさ、もてあそばれなきゃいけないの。そうだよ、でもさ何やばいよね。ああ寝よ。あれ年齢のこと書いてなかったっけ。だみんないくつって言ってるけど、だって一番若いので誰。翼さんと俺ためです。何でいくつ。翼さんえ、シンとためです。21。あ、21か。シンもじゃあ21か。そうっすね。ケンジは26か。え、で、ヒカルが23だっけ。いや、28。 23だっけ。おっと。ユースケは。俺だって30。俺30、今年30だ。で、俺今年28なんで。あれっすけど。まだいける、まだいける。面白いことやりましょうよ。何やんの。この中でよう、ゆつきさんはカロリーと一番よう関連です。飲んでないやつ。です。誰だろう。いや、ちょ、誰に飲んでほしいんだろう。あ、誰に飲んでほしいんだゲームする。え、ちょ、待って、じゃあ、ちょっと待って。お兄さん、面白くないから。ゆつきさん、10円する。あ、ラッスン、俺。え、ちょ、あ、そんな。え、じゃあ、これ、きついやついこうよ。行きましょう、テキーラ。アンケート取る。あ、うわ、取りやすいしないんだ。冷蔵庫に一変えられた。テキーラ一気に通せ。ケンジが取られるから。ビンダするから。テキーラやるの。やります。やろう。仕事早いっすね、先生。ちょ、来てよ。誰だっけ。澤部。テキーラは飲めぼとか飲むんですよ。ビンダだから。誰に飲んでほしいの。確かに。コメントもらう。コメントもらおうか。じゃあ次名前出た人飲みましょう。死んだって飲め。え、いつきさんじゃん。しなくていい。結婚目のフラワーヒーやなっつって。ケンジいつき、ゆうすけ飲め。だからアンケート取ろうって。マジで指名できて。じゃあ死んだって。アンケートビートたけしみたいになってんじゃん。あ、なんだよ。来たよ。じゃあもらう。売り上げ低い人ね。ケンジ率高くない。確かに。確かに。ケンジがよ。じゃあケンジましょう。いや、ユースケ率意外に高いよ。愛されてるからね、俺ね。ケンジはベラベラな日ないね。誰ケンジ。ユースケ。ツー君あるよ。ツー君来たよ。いや、まだ1票っす。寝ろ。寝ろ。お前だけ寝ろ。ヒカルは。いや、ケンジさんめっちゃ、ケンジ多いやん。沢本荒れてない。ケンジさんじゃないですか。ユキスケさん。いや、って書いてるだけで、アンケート取って、一回。じゃあ、行ってもらっていいですか。ちょっと待って、目チカチカするよ、これ。これケンジ超半端。これもケンジやろ。これもお前やろ。ケンジ半端ねえぞ。いや、なんかこういう言いたい客いっぱいいるから、しょうがない。はい、ケンジ。でも結構あれだよ。ID がめっちゃ違う。全然違うやつだよ。もう調べてる。じゃあ CM の前に、じゃあケンジが一杯行きましょう。うい、グイ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 クー。 CM です。 CM です。ティロ。この2週は
今月の売上300万、うち入金30円、我がアクアにとっても大損害ですよ。これはどう責任を取るつもりですか。お言葉ですが、当社員に。まずは面接、そして簡単な接客レクチャー。ブラックソードの体験入店は日給10,000円。簡単だな。簡単だろ。どれ、もういないでしょ。いや、いや、始まったの始まったんだ、いつの間に。ほんとだ、びっくらこいたいな。これさ、ケンジのこの LINE の声拾ってあげれば。ねえ、ケンジの LINE 何なの。ケンジ調べて LINE してっつって。090のやつ。なんで俺にすんの。だって LINE 知らないから触るんだろ。いや、迷惑だ、そんないっぱい来たら。うん、お前なんでそんなアイドル感自分で漂わしてんの。え、めっちゃアイドル。え、逆にでもさ、そうでもない、そうでもないから。逆にニコ生で LINE 来たことあんの。うん、いっぱいある。俺この間来たっす。え、マジで。え、すげー。え、ないの。俺ないわ。え、ガチで、え、ガチで、ほんとミサイルもいるぐらい。1回だけ俺のだけ乗ってないから。ユースケもほら、今 LINE 教えて。いや、あ、待って、ユースケ、ユースケファン。待って、俺乗ってない。待って、乗ってない。おい、いただきます。ユースケ来たよ、ユースケ。お前それ、お茶やん。CM 前にお茶屋入れてたやん。ふざけんなよ。ふざけんなお前。テキーラ入れてるとこ見てもらおうよ。これいい、はい、テキーラだけどいい。テキーラだよそれ。おじょうす飲めって。はい、飲め。おじょうすー、いつきさー、ゆうすけがグイグイって言ってた。ゆうすけグイグイ。別に見せなくていいわ。めっちゃコメントが半端ねえ。確認した。誰の飲ませたい人誰なんすか。ストール、いや、ストールの子はね、ストールの子はね、なんだか、はい、おちんちんちゃんだ。元気出してありがとう。ソウロゴン、みさきちゃん、みさきちゃん、いつきだよ。ゆうすけだよ。ゆうすけグイバカちゃんだよ。飲ませたい人、いつきさんでいい。いつきさん、腹ぐる、まあその通りだよ。その、そうや、その通りだよ。そうや、Z シン、お前はいいわ。お前はいいわ。なんか身内の可能性が高い。ゆうすけ、ライン ID 教えてよって。確かに。LINE ID がね、ちょっと覚えてないから、勝手にやっといてもらっていい。勝手にできないから聞いてもらっていい。勝手にやっといてもらっていい。お久しぶりです、お久しぶりです。どういうこと、どういうこと。つーくん、お久しぶりです。で、シーン出たよ、これ。シーン、お前はいい。翼の、その、得意パターンね。ユウスケではいいお兄ちゃんそう。いや、俺ね、お兄ちゃんそうっていうかね、俺、いいパパになると思うのよ。子供嫌いだけど。いや、ダメやん、それ。ユウスケ顔かっこいいです、そうなの。パパかよ、パパかよっつって。いただくよ。小栗旬に似てる。いや、こいつマジで、ほんと、サーモンケンジ、今日から出勤のくせし、なんだこの電気の良さ。ちでムカつく。ケンジ、小栗旬に似てんだよ。え、似てるっすね、俺。じゃあマジで、ずっと思ってるっす。お、え、一回も思ったことなくないですか。俺もあんまないんだよ。俺ずっと入店した時から思ってるっすよ。からさとじやきしか言われたことない。じゃあ何言ってかけようか分かんないから。いや、分かんないから分かんない。洗剤はね、洗剤はなんだ。子供欲しいなっつって。え、誰と結婚したいか。よし、オッケー、やろう。よし、やろう。何いる今。1,2,3,4,5,6 6人いけます。めっちゃ可愛いじゃないですか。6人でゆうすけとしん、ケンジ、ヒカル、ツバサ、イツキで結婚したい人。ビリグイね。結婚したい人。結婚したい人でしょ。結婚したい人。ユースケ以外で負けないよ。逆戦だけよ、あいつ。お前とはもう二度と喋らん。誰、お前今度ユースケ以外。 ID が QSU03。 今メモる、今もう喋っとる。ユースケ以外、ユースケ。え、待って、違う人もいるな。お前違う。お前逆に早くない、打つの。打つの半端ね。これこっちかな、パソコンやな。コメントもらおう。いきましょうか、大先生。いきましょうか。ユウスケ以外半端ない。シーンやめろよ。はい、ってやってないわ。絶対シーンやん、これ。ほらほら、持ってそうやな。持ってそう。コメントえぐい、えぐい。シーンが持ってそう。やめろって。やめろ、やめろ。本当に言いたかった今。いきますね。
これ負け食いねじゃん。負け食いね。負け食いね。せーのどう。いや俺マジパパになれる。プレイヤー漫画。プレイヤー漫画みたいな。ちょっと待って、つばさ絶対そうだ。ちょっと待って、つばさ 0.0 ってある。じゃあ 12.5 がめっちゃ多い。誰かに負けよう。ちょっと待って、ちょっと待って、これやばくの。いや半端じゃないっすね。いっちゃん、嘘。いつきさんは旦那じゃない。いつきさん 50? ちょっと待って、いつきさんは旦那じゃない、彼氏なの。すいません、ごめんなさい、何か間違えました、消してください。これやり直しちょっと待って、いつきさんが日本国民の半分以上かけてるの。つばさお前0人で話せ。一夫多妻制すぎない、いつきさん。仕方ねえな、3人までだぞ、結婚するのよ。半端じゃないね。なんで俺が行くの。なんでで、ちょもう一回やろうじゃん。ゼロパー辛いわ。じゃあ今いつきさんタイだったし、ケンジもだ、ケンジも。今結婚でしょ。今結婚でしょ。結婚ですね。結婚でしょ。じゃあ、じゃあホストとして一番嬉しいやついきましょうよ。あ、はいはい。付き合うなら。いいね。はいはい、はい、結婚とは違うでしょ。ユースケさん攻めるね。はい、付き合う。ユースケ代表。ユースケ代表。ユースケ以外。この QSU03。QSU03。あの、ユースケ代表って言ってるやつ、あ、身内やろ、絶対身内やろ。この父揉んでやるわ。付き合うよ。じゃあ、誰だ。じゃあ俺抜きでいこう。俺付き合う恋人にしたい人ランキング、せーのドン。それは俺やろ。それもそれはあれでしょ、俺でしょ。ユースケマジ嫌い。ああもういい、お前のことが嫌いだよ俺は。それ身内で。お前のことが嫌い。そのお前のことを嫌いっていうのをカメラでね、あのドアップで。ケンさん手振ってよろしくお願いします。身内じゃないです、よろしくお願いします。はい、3322111。本当に君のことだけ嫌いだよ俺は。だってだって嫌いなんだもん。理由はないよ、だって嫌いだから。バイ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 。なんかサワメがすげえいい仕事した。うえええええ、いや、おケンジ、ケンジ、ケンジとユースケ、ケンジ勝ったよ。ケンジ、ユースケ、ケンジ、ユースケ、どうだよ、ケンジ、ユースケ。何がね、何でも知らんの。付き合うの、付き合うの、付き合うたら。あ、付き合えるなら。これすごくない。マジやばいね。いや、コメント力、逆にコメント力半端ねえ。やばいね、盛り上がる俺。そう見られてるならまだ嬉しいわ。いや、飲まなきゃいけないんだよ。消しましょう。いや、飲めばいいじゃん。飲むしかないんだよ。飲めばいい。誰、翼。そうでしょ。絶対今のが違うじゃないですか。いいですかね。あー、ウケる。そうだ。じゃあ、あの、なんかわざとっぽいから、なんか嘘っぽいやん、番組みたいな。本気で言おう。職人だって。今、敵ら入れたっしょ。ゆうすけ、髪もっさり、職人って、いくちゃん、いくちゃんっていう。いくちゃんじゃん。銀時のお客さんじゃん。おいっつって、これは。6.2% 僕だよ。結局やん、結局やん、お前。俺、何やってもダメなんだな。そんなことない、ゆうすけ。いっちゃん、髪切らないようになってきてます。もうちょっとで切ります。ユースケは、ん？バクワラ？ユースケバクワラ？ファンができたじゃん。ユースケのファンできた。君みたいな人、俺ずっと待ってたよ、30年間。だしさ、ほら、芸人になったらおいしいポジションだねって、ユースケ。飛んできた。これで食いてください。これで。叩け、遅い。今、テキーラ目に入った。でも、ユースケさんって、本当に、あれっすよね。てか、若手が前に出ろよ。なんで俺が酷使しなきゃいけないんすか。来た、ほらできたよ。新来てあったかいんだから。だって新の営業がおめえだよ。おめえだ。やれよやれよ、お前あったかいんだからやれや、お前。俺あったかくない。若手どれ。はい、若手。はいはい、手挙げて。はい、はい、手挙げて。ジジホスだわ。ジジホスミルク仲いいの。仲いいよ。仲いいっすか。仲いいよ。ね、ケンちゃん、ユウスケ、派閥しかないっすよね、ケンちゃん。痛い。人間違い。ケンちゃん、ユウスケ叩いて。ケンちゃん、ユウスケ叩いて。ユウスケ叩いて。ユウスケ、なんでホスホス乗ってないの。それ痛いやつやん。せーの。画面上で見てるからね。画面上で。いくよ。せーの。マジプレイヤー痛いね。危ない危ない危ない。痛えわ。誰これ取りたい。痛えわ痛えわ本当に。
いてえ、普通に、普通にイレギュラーで来たし、普通に。バイトだぞ。ユースケ、爆発した。募集、画面から外れようか。笑えない笑えないっつって。いや、笑えないの俺だわ。目に入ってるわ。いつきさんにやんじゃねえよって言ってくれる。いや、元気すぎだよ。こういうの大好きだ。どうしよう、本当にいつきくんかっこいい。そのまま指名したらいいんじゃない。ボウ君ケンジ。正解。ボウ君ケンジ。正解正解。なんで正解。いや、こんなもん。ケンジ、俺が謝るって。ケンジ。え？お前土下座しろ。老人じゃねえし。老人じゃねえし、まだ。ケンジ。いや待って、ユウスケよく見たらブサ。よく見なくてもブサ。なんで持てばいいのこれ。え、今渡したんだよ。渡したやつ誰？つぼさや。ケンジインフル治ったの。ケンジインフル治ったの。ね、関係ねえよ、うるせえよ。こんなことある。いや、これね、本当にね、武器持たして本当ダメだよ。え、ケンジ、こっちか。あ、ユースケ指名したいって。あ、いやめました。来たよ、ユースケ。ユースケ指名したいって。本当に。世界の救いだよ、何が。決めましょうよ、これ。それ決めましょうよ。世界の救いだよ。あと何分。光る飲みな。光る飲みな、光る飲みな。あと2時間行きたいんだけど、こっちは。飲ましたい人誰だ。あれ、ユースケさん。あ、来た。わあ、来た、ユースケブーム。さっきのユースケ。ちょっと待って、こっから落とすよ、こいつ絶対。そうだ、ね、こいつ絶対落とすよ、俺のこと。上げて落とす。お笑い分かってる。こいつだって面白いもん。ずっと面白いもん、こいつ。あ、1分前。1分前。早いわ、できるわ。あと2時間お願いします。延長代、延長代、いつきさん。お金じゃねえから、これ。あ、お金じゃない。お金じゃねえから。嘘。来た、ユースケ。嘘に決まってんだって、やっぱり。お前やっぱ面白いな。お前やっぱ面白いよ。ギリギリでしょ、それ書いてる。ウケるわ、ほんとに。ロックマンみたいになるわ、ロックマン。ロックマン、ロックマン。見て、俺なんかさ、前髪やばくない？見て。一分前っすよ。一分前。毎週枠やらないっす。毎回ドロップとミルクとの交互でやってますんで。いや、とりあえずさ、ミルクに来てよ。確かに。ニコ生来ましたーっつって。よしよね。いつきさん、投げキスして。なんか大体見てる人さ、あの俺の知ってるかもしれないけど、見てない人さ、ミルク来て、キモいからやめて。またねー。あざーす。じゃあね、ありがとう。 Thank you so much。 バイバーイ。 Maybe。 バーベキュー。 Maybe。 バーベキュー。 Maybe。 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 この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録チェケラー。